こんばんは。ちょっと挨拶、全神戸さん、どさんこさん、鹿島さん、みやぽんさん、こんばんは。全神戸さんはもう挨拶したよね。メガテン、そうです、メガテン2。前、メガテン1はやったと思うんですけども、今日はメガテン2にしてみました。あれ？どさんこさんバズったんですか？マジっすか？マジっすか？俺もあやかりたいな。なんか昨日あげたやつがショート2000ぐらいで調子よかったのに、今日あげたやつ400ぐらいで止まっちゃったんですけど、ちょっとへこんでますよ、ね、なんかカメラの位置がおかしいな。変な感じの角度になっちゃってますよね。違うかな。こうやってさらにいっちゃうな。2万再生。いいっすね。いいっすね。あれですよ。こうコンスタントに上げてると、あの調子のいい動画をですね。マジですか？マジですか？すごいな、すごいな。なんか顔の角度がこれ違うんだけど、どういうことなんだ？なんか変な感じだよね。ね、猫の。どういうことなんだろう。早く受けつ。早く受けつ。なんだなんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。カメラがね、場所変えたら、このゲームで有名なバグ屋で、アルミラージさん、ハルさん、ヌンチョヌンチョ。ヌンチョヌンチョ。ボヨムちゃん復活してますよね。ありがとうございます、ドサンコさん。ディスクトップ切ってたので、ボヨムちゃんが起動してなかった。ドサンコさん、読まれました。デスクトップの音声を拾って、OBS に流してるので、デスクトップの音声切っちゃってると、ボヨムちゃんが読まれないんですよ。じゃあ今日はちょっとリベンジいきますよ。しょっぱな、そうドサンコさん、あれなんですよ。前に自分が言った通り、言った通りってほら見ろじゃないんですけど、ショート動画って頻繁に上げてると、無限さんこんばんは。無限アルミラージさん、63,353 の確率で画面がフリーズして赤い文字では焼く消せって文字が大量に出るのです。それは多分あれでしょ、都市伝説ですよ。動画作った人いるんですよ、確かなんかそれ。ショート動画何回か上げてると、調子のいい動画を次に進めてくれるんですよ、一度見た人に対して。だから調子のいい動画がどんどん伸びてくるんですよね、どさんこさんの中で。だから、スーファミの動画は多分今後もコンスタントに上げてれば、どんどん。アルミラージさん。早くケツ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 。それは違います。それは偽物らしいですよ。なんかプログラムの方を解析してやった人がいるらしいんですけども、そういうプログラム入ってないらしいので、もし本当に起こったら心霊現象です。プログラム上はないらしいですよ。全小部さん、アルミラージさんがケツを求めてますよ。さあ、ヨシオさん、ドサンコさん、なるほど、放置しているスーファミをいじって動画にしようかと思います。あれですよ、いろいろ。アルミラージさん、ほらケツだ3回、ほらーん。
どさんこさん、よしおさんのアドバイスに従ったら最近登録者が増えました。ありがとうございます。わしのおかげでもなんでもないです。アルミラージさん、ヨシオさんの声出てないがな。ミヤポンさん、ヨシオさんの声が小さくなったんですけど、私だけですか？ちょっとマイク近づけました。どうすかね。こんな感じでテスアルミラージさん、ヨシオさんのポコチンと比例して声小さいがな。比例してどうかな、声出てる。マイク全小部さん、まだ小さいです。まだ小さい。嘘。あミヤポンさん、わらわら、まだ小さいっす。ドサンコさん、自分もヨシオさんの声が小さいです。アルミラージさん、ちなみにこれ本当の話で、ハードオフ派英語でフニャチンって意味みたいです。マジでちょっと待って、前多分ね、それね。ハルさん、ゲーム音が大きいのでは。ゲーム音が大きい。ちょっと待って。アルミラージさん、ヨシオさんの声のマイクが小さい。マイクはね、あのマック。アルミラージさん、読まれないな。全、小部さん、ハードオフアンバサダーヨシオ。ミヤポンさん、最初は問題なかったけど、声が急に小さくなったっす。リノッカさん、こんばんは。アルミラージさん、チンコも小さい、式も小さい。志村ジョーさん、ミスターマイク。アルミラージさん、すなわちフニャチンアンバサダーヨシオ。フニャチンアンバサダー。まだ小さい。マイク結構近づけたんだけど、なんだろう。チゴルさん、こんばんは。チゴルさん、こんばんは。また音声が小さい問題が。マイクの音声、これ Windows の。アルミラージさん、マイクの出力またいじっただろ。いじってないのよ、それが。全、小部さん、毎回トラブル続きですね。わら。アルミラージさん、まともに始まらんな。PC に繋げたけど、PC の方でしたけど、どう？音声変わってない？アルミラージさん、いじるのは自分のハードオフだけにしろ。全、小部さん、いじるの好きですね。わら。志村城さん、人生派、調整の連続なのです。なんか意味深だね。ちょっと待って、コントロールマネージャー。なんかもう、Windows もさ、あっちゃこっちゃいじってると。アルミラージさん、人生。どこだ。デバイスサウンドや。サウンド。あれ、ロック音どこだと思うんだよね。ロック音。あれ、マイクが準備完了で何も。あった。ベッテンコさん、レベルが下がってる。なんだこれ、意味わかんねえんだけど。何にもいじってんのに 60% まで下がってた。どう？上がった？音声上がりました。今あの 100% まで上げたんだけども、声でかすぎ。ドサンコさん、下がってた。上がりました。意味わかんねえ。なんかね、オッケーです。なんかね、何にもいじってんのに下がっちゃうんだよね、たまに。
アップデートがなんかすると下がっちゃうのかな。技術派あるのに散らかって、その技術を活かせないとか面白ネタがあるのにそれを伝える話術がないダチョウ倶楽部と同じだな。ミヤポンさん、あ、ちょっと大きいっすか。ちょっと大きいかも。なんか割れてる感じがするね。こんばんばんばん。ちょっとメーター見ると若干割れてる感じがする。ちょっとマイクを遠ざけないのかな。あ、オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと行きましょうか。あれですよ。ついに海底神殿の何だっけ？どこにあるんだっけ？もうなんとかっていう。ドサンコさん。これだね。ちょうどいい感じです。あ、了解です。ありがとうございます。右下派背景派なんですか？お祭りですね。お祭り。あれ、ちょっとあの夜店があるような感じの。温泉地みたいな感じのお祭りの時みたいな感じですね。アルミラージさん、 VTuber いつもと同じだがアップにしないのか。アップがいいの？アップがいいの？アップ、アップあれだね、好きだね。このぐらいでいい？さん、このぐらいでいい？頭に黒いのが浮いて乗ってるのはうんこですか？このぐらいでいいかな？このぐらいでいい？アルミラージさん、前回アップにすると言っただろ。ドサンコさん、このぐらい？とか、わら。このぐらい？アルミラージさん、それで。頭の絵はね、帽子乗っかってんですけども、ちょっとね、Z 軸をね、Z 軸じゃない、Y 軸を間違えたんだね、これ多分ね。浮いちゃってるね。設定をね、ちょっと間違えましたよ。ちょっと浮いちゃってます。アルミラージさん、それぐらいよ。志村嬢さん、それぐらいがいいの？酔っ払っていじったの忘れちゃったのかったや。アルミラージさん、よその V 派それぐらい顔アップにしてる。あ、このぐらいがいいんだ。さん、じゃあこれでいきましょう。帽子なんですね。なるほど。てっきりアルミラージさん出ないと表情わかりにくいからな。あ、そうだね。 目の動きとかもね、これ結構忠実に再現してるから。アルミラージさん、特に三毛猫の絵で余計表情わかりにくいからな。なるほどなるほど。けさん、アルミさんのアイコン新しい。アルミさんのアイコン、あ、ほんと？あ、ドアップなってる。ドアップなってる。さらにアップなってる。アルミラージさん、さらし首みたいだな。さらし首、そんなこと言わないで。これ目のね、これなんか引きずってるのもなんか出ちゃってるね。今なんかちょっと目が引きずっちゃってる。アルミラージさん、計算アイコンを前に戻しました。これね、お酒飲むとこんな感じに。こんな感じですね。上にちょっと口開けて。そうだ、あれ移動なんだけども、ちょっと計算このアイコンもいいですね。志村嬢さん、より目したり白目向いたらその通りになるのかくたや。アルミラージさん、より目したり、そうですね、白目向いたらね、目つぶると、目つぶるのも右下の猫よりいいかも。右下の猫よりいいかも。アルミラージさん、いいのかよ。酒飲むとバカズラっすね。酒飲むとバカズラ、いつもだよ、いつもだよ。目閉じる、ちゃんと目閉じます。今閉じます、ね、アルミラージさん、いえいえ。ドサンコさん、こんな感じですね。寄っている吉尾さんだと背景が色町に見えます。色町に見える。色町やめて。なんモンストルのところからだったっけ。なんか南に行くとかっすよね。せやせや。口のところはさ、これあれマイクの音声拾って口開いてんだよね。でもなんかこの口開いてる開いてるのに関しては、イエイイエイじゃないよ、イエイじゃないよ。俺たちの飛び立つんち。アルミラージさん、目を閉じるとかアップにして初めてわかる。柄のせいで表情わかりにくいからロシアンブルーにしたら。ロシアンブルー。今日の右下派かわいいですか？かわいいでしょ、かわいいでしょ。なんで疑問系なの？ロシアンブルーもいいんだけども、なんだろう、チャンネルのなんだアイコンのところが三毛猫にしちゃってたから、三毛猫がいいかなと思って。チャンネルのアイコンを最初にロシアンブルーにしたら、ロシアンブルーにしてもいいんだけども、なんかちょっと三毛猫でずっとなってきちゃってたから。あ、違う違う違う、これちょっと並び順変えて、もう戦いよ。アルミラージさん、
柄が黒の部分が目が分かりにくいのです。まあちょっと見てでも、もうちょっとね、あれ柄選べたりできたらいいんだけども。で、あと三毛猫がね、好きなんだよね。ケイケさん、帽子がてんてんてん、帽子がね、ちょっと浮いちゃってんだよね。ちょっと戻しますか、これ。クック。あの、高さの部分とかをね、調整できるのよ。ちゃんと。高さは Y 軸だから、これか。アルミラージさん、凹んじゃった。昔のダンプ松本みたいなメイクに見える。まあ、なんかちょっとそういうのはあるかもしれないね。ちょっと帽子、下に脅しましたよ。ちょっとお坊ちゃまみたいな感じになってますけど、ちょっとめり込んでるから、ちょっとベストメンバーでちょっと行こうと思うんですよ。あのハッサン、ハッサン、ドランゴ、アーモスさん、コベさん、ゲーム始まらず早20分、わらさせんさせん。今日はね、ちょっといろいろと、あのケさん、浮きがなくなりましたね。そうです、ちょっと浮かな、あの下に下げました。バーバラかミレイユなんだけども、どっちでいいかな。ミレイユのがいいか、ヒットポイントが高いしね。でもバーバラ、アルミラージさん、首は向いてくるしそうに見えるな。首は向いててどうかな。まあちょっとこれでいっちゃう。バーバラさんのマランテ。ケさん、今日は晩ご飯は何食べはりはりました？今日は晩ご飯は、サイコロステーキみたいなの買ってきて。もう少し上に上げて首見せたら。上に上げて、ちょっと待って、上に上げるのはちょっと難しいんじゃないのかな。こうなっちゃうんだよね。猫自体を上に上げるのができないんだよね。ちょっとそのやり方はもし分かったらちょっと後でやりますけど、こうなっちゃうんですよ。むしろなんか手とか全身出したい気もするんだけども。ケイケさん、にゃー、アルミラージさん、首輪まで見せたら違和感ないが、このぐらい、もうちょい一段階のやつやりたいんだけども、ちょっとね、まだ設定が分かんないんじゃない。もしかしたらちょっとできるかもしれないんだけども、どこ行っちゃった遠くなっちゃった。あ、一応全身あるんだこれ。足とかまで出てるよてアルミラージさん、アップにして上に動かしたらちょうどいい。これね、これ以上この状態で動かせないから、この状態をアップにするしかないよね。どうかしてる、どうかしてる。この状態アップにしてちょっと加工しなくちゃいけない。ちょっとそれまたちょっとやっときますよ。このサイズでちょっとアップにすればいいんだけども、ちょっと加工しなくちゃいけないんだよね、画像を。ちょっと時間かかるので、ちょっと今日はこれでいっちゃいます。ちょっとドアップで申し訳ないんですけどとりあえずどうしようか、バーバラとミレイユどっちがいいかな。これミレイユで、ケさん、ヘルメットのワンちゃん可愛かった。ヘルメットのワンちゃん、ワンちゃんじゃないよ、猫ちゃんだよ。猫ちゃん、猫猫猫、すごい同化してるマダンテ、マダンテでいきます。勝負一応1回目マダンテでいきますよ。1回目じゃねえよ、一回でもう決めるんだよ。あれ？行くぞ。キラーマジンガ。キラーマシン2って仲間なんだってね、あれ。あと、ピエールもさ、仲間してもらえてさ。すでに複数回やる想定なんですね。そんなことない、そんなことない。志村さんで決めるぜ。ババーラ、ミーレユ。ババーラじゃないよ。ババーラじゃないよ。ミーレユって。ちょっとだけ違ってるけどね。あれ？ここじゃねえじゃん。どこだったっけ？これ騙されたところじゃねえか。バラバラ。騙されたところじゃん。チャハーンじゃねえ。チャハーン。あ、チャハーン、チャハーン。あ、ベッテモさんこんばんは。あれ？ベッテモさん挨拶してなかったんだ、これ。前には来てるけど、あ、すいません。挨拶してなかったですね。お疲れ様でーす。チャハーンって何？チャハーンって。ちょっと待って、どこだったっけ？アルミラージさん、ホムラン、
ホーム、ホームラン、ラーメン。あ、ベッテンコさん、すいません。カットされました。カットされました。申し訳ないです。申し訳ないです。100回はまだだよ。ちょっとどこだったっけ？どこだったっけ？さあ、先生、仕方なんかするつもりなかったんですよ。ほんと、申し訳ないです。なんかちょっと、設定でね、ちょっと揉めてて。あれ？どこだったっけ？海底訪問ベッテンコさん、ちょっと嬉しかったです。ちょっと嬉しかった？何が嬉しかったの？死活されたのが嬉しかったの？ちょっとやめて。アルミラージさん、ゲントの村やろ。ゲントの村？また騙すつもりだろうがよ。分かってるぞ、それやめろよ、あんなの。ちょっと待って、あぶねえ、また騙されとかあったよ。アルミラージさん、ゲントの村から海底の祠や。それも何度も繰り返しで見たから覚えてるよ。騙されたところって言って。どこだ海底訪問庫ってやつらね。ケイ、ケさん、ここが噂の視聴者に激おこする放送ですか？激おこする。なんでそんな評判ないで感じになっちゃってんのよ。激おことかやめて。あれどこだろう。あれ海底宝物庫、海底宝物庫。あれなんか地図見てんだけど出てこないんだけど。海底宝物庫あるよね。海底宝物庫ね、あった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 。でもこれ海底の地図しかねえからどこだかわかんねえよ。なんだこの地図は。あったあった。モンストロでやっぱいいんだね。モンストロの東側だ。オッケーオッケーオッケー。ここじゃねえか。ここモンストロだよね。ケイケさん、一体どうなるのかしら。アルミラージさん、だから書いてるだろ。書いてねえよ。アルミラージさん、ここはあれか、ムドの城か。地じゃねえよ、地じゃねえよ。もう分かったから、騙されないから。ここはまさの激変、視聴者に激おこ。激おこするよ、そりゃ。1回の放送で3回騙されたら激おこするわ。ケイケさん、騙されてなんぼの放送局なのでは？騙されてなんぼじゃないから、騙されてなんぼではない。35回になってるのにまだ中盤ちょい超えぐらいなんだけども。あれ、ここあれか、潜っていかないといけないのか。何にも知らないルーラー使いまくりで MP 消費しちゃってんだけども。オッケーオッケー、ここら。もう取っちゃった。最強メンバーで来たぜ。道具、ゲントの杖。あれかね、聞くのかな。ちょっと待って、一応セーブしとこう。もしこの先宝が欲しいならこの私を宝欲していくがいい。では行くぞ。ケさん、お城を出たり入ったり。お城を出たり入ったり。ヒラーマジンガー、何だったっけ攻撃パターン、覚えてねえな。ちょっと待ってよ、作戦で命令させろで。もう勝てるでしょ、わら。もう勝てるとは思うんだけども、
勝てるとは思うんですよ。ただね、やつらやばいじゃないですか。マダンって使っちゃってんのかな、しょっぱな。とりあえずスクルトしましょう。スクルトか。コベさん、あ、フリです。わら。フリです。ああ、フリじゃないよ。フリじゃないよ。ルーカーニが効かねえのかよ。ミヤポンさん、押すなよ、押すなよ。そういう話じゃねえよ、そういう話じゃないんだよ。マダンティが特技の方なんだ。ケさん、どうなってしまうのか。どうなんだろうね。まあ、ヨシオがちょっとピンチになっちゃってるけどね。おお、そっちか。でもとりあえず持ちこたえじゃない。やばかったけど。大丈夫か。青死んだ。ギリいけそう。ケイケさん、ハッサンさん、ドサンコさん、ガタ、志村城さん。ガタじゃないよ、ガタじゃないよ。チャンネル激っこチャンネル、なんだなんだそれは。おし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 、持ちこたえた、持ちこたえた、持ち直した、持ちこたえたの持ち直した。隣もいけんかね。ドサンコさん、ここでマダンテですね。ここでマダンテ、もうこれ勝てんじゃないの。マダンテ使って、おお、勝った勝った。無駄マダンテやっちゃうところだったんじゃないの。ケイケさん、そこから取らない。おお、パチパチパチ。あ、ありがとうございます。ケイケイさん、ありがとうございます。ドサンコさん、パチパチパチ。ドサンコさん、ありがとうございます。ゼンコベさん、ドサンコさん、ありがとうございます。あと参考じゃない、全コビさん、ありがとうございます。グリーンガム、おし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 。あれだよね、バーバロの最強武器だよね。ベッテンコさん、パチパチパチ、復唱。ベッテンコさん、なんか、アルミラージさん、なんかおかしな感じになってる。魔人が仲間にならなかったからやり直しだよ。やり直しじゃないよ、魔人がならないよ。マジがならないよね。ミヤポンさん、畜生はロタ、わら。畜生、畜生、やめて、畜生は。ケイケさん、
戦って強い武器が手に入るのハープ部の醍醐味ですね。そうだね、アップ部のね、醍醐味ですね。さあ、リノカさんでも来てきたのかね。クリアー。まあ、隣がある、あるんでね、隣があるんで、これからですけどね、ホンちゃんは。じゃあ、行きやすよ。行きやすよ。回復大丈夫かな。隣もまあまあやばいよね。アルミラージさん、魔人が仲間になるだろ。魔人がならんでしょ。魔人がならんでしょ。キラーマシン2はなるのよ、調べたら。魔人がならんよね。ミヤポンさん、アプグは RPG を覚えました。ドサンコさん、こっちは余裕だと思います。マジかよ。ちょっとセーブをちょっと別スロットにしときますか。もしこの先の宝が欲しいならこの私を倒していくがいい。はい、余裕だね。キラー魔人が1体しかいないじゃん。ミヤポンさん、魔人が仲間にならないみたいですね。魔人がはならないよね。キラーマシン2がなるんだよね。あの塔、あの天魔の塔にいたキラーマシン2は仲間なんだよ。ケさん、なんで兵士が魔物なんですか。兵士が魔物なんでかね。おかしな話だよね。ミヤポンさん、キラーマシンには64分の1、64分の1、ちょっとね、今日、ピエールさんピエールさんと、あと、キラーマシン2を取りに行きたいと思ってんだよね。このタイミングぐらいじゃないと、もう、ストーリーが多分、急に、進んじゃうと思うのよ。じゃあ、今日ね、ちょっと、キラーマシン2と、あと、ホイミスライムあたりも欲しいような気がするんだけど。ホイミ。モンスターをちょっと揃えて育てたいと思うんだよ。ケケさん、魔物ヨシオハ仲間にすぐなるんですか。もうなっちゃってるね。魔物じゃないけどね。そっか、わしが勇者だからね。志村城さん、ホイム、ちょっとキーパーソンじゃない、キーモンスターなりそうなやつをちょっと仲間にしておきたいんだよね。全然魔物集めしてなかったからさ。ケさん、え、勇者、わし勇者よ。スライムナイトは4分の1、こいつはすぐ仲間になるな。そうそう、スライムナイトを一番最初に仲間にして、その後キラーマシンあたりを借りながらちょっとスライムナイトのちょっとレベルを上げようかなと。なんかあれでスライム闘技場とかあるんじゃなかったっけ。スーファミはなかったのかな。あ、倒しちゃった、簡単に倒しちゃった。全然余裕だったね。やっぱあれですよ、ドアンゴさんですよ。ドサンコさん、ドランゴさん、つまりキラーマシンが仲間にするまで配信するんですね。キラーマシン仲間にしたいね。64分の1って、でもそこまで高くないでしょ。ケさん、8、1回だけ ?1 回だけ ?3 回ぐらいにしてくれない。2回でもいいんだけども、なんですかその悔しさがにじみ出ているような感じの8、1回だけって。風神の盾、おお、ちょっと待って、風神の盾誰が装備できる。ドサンコさん、88、2回だけかい。小部さん、
強派仲間にするまで戦い続けるんですね。ちょっと戦おうかと思ってます。戦おうかと思ってます。仲間にするまでね。仲間にするまでってか、仲間になんなかったらもうしょうがないんだけども、とりあえずでもスライムナイトは仲間になると思うんで、そのスライム闘技場でもあれじゃないですか、ちょっと使えるじゃないですか。ちょっとハッサンに装備させますか。前衛で頑張ってくれてるから。全コベさん、仲間にするまで進み魔獣進み魔獣進み魔獣。ドラゴンシールドから変えると205だけ上がるんだね。ドラゴンシール誰か装備できない。ケさん、酔っ払いの勇者に無理やり仲間にされそうになるなら魔物さん逃げてそういう話じゃないのよ。もう みんな賛同してこう来てるわけだから、その気持ちを大切にして。ちょっと待って、スライムナイトはもう猫がすごいうるさいんだけど、どうしたの？ご飯あるよ、ご飯あります。スライムナイトどこに行ったらいいのかな。ちょっと待って、ドラクエ6。じゃああんたに話しかけてないです。あんたに話しかけてないです。スライムナイト、すっげえうんこの匂いがするんだけどうんこしたよって報告すんげえうんこの匂いがするんだけど、この部屋。酔っ払いの勇者に無理やり仲間されそう。モロさん逃げて、そんな話じゃないのよ。あー、すっごいうんこの匂いがするんだけど。ドサンコさん、おうんこ。そう、うんこの匂いがね。アモール上の周辺。アモール上の周辺。ちょっと行っちゃいましょうか。仲間出現だけだと困っちゃうね。仲間になる場所じゃないとね。出現場所だとだけだとちょっとあれだよね。ちょっと心もとないよね。わかんない。アモールでいいのかな？アモール上だ。アモール上。で、あれだよね。ちょっと転職しとかないとまずいんだよね。転職っていうか。最上級のやつがいないと多分ダメ。魔物使い最上級のやつがいないとダメだと思うんだよ。で、最上級を極めてるのは誰だったっけ。アモスさんが魔物使い最上級だね。あれ、この人満タンじゃない全部。まあ、いいか、魔物使いにちょっとしといて、その後あれか。全小部さん、小籔がでも今メンバーから外れちゃってんね。小籔も OK だと思うんだけども、アモスさん連れてっか。アモスさんでいっか。魔物使いに一応転職、もう一回戻せばね、マックスの8になるから、どんな魔物でもなりますからね。
ケさん、なんで井戸に入ると世界が変わるんですか？俺に聞かないんで、堀井雄二に聞いて。わかんないよ。右に習いでやってるだけなんですよ、わし。魔物使いにちょっと戻ります。井戸なんてね、あれだよね、貞子ぐらいしか思いつかないよね。この頃にもしかしたらあれやな、貞子が流行ったのかね。そんな感じ？でも年齢的には合ってるよね。スーパーファミコンとあのリングあたりが流行ったあたりって。結構なんかドラクエってさ、その時に流行ってるのこう。主さん、ハイド使ったことあります？あ、井戸ありますよ。親の実家で井戸使ったことあるんですけども、多分それでピロリ菌に感染しましたね。あれ、井戸水を飲んだりするとピロリ菌感染するんですよね。あれ、どこに行くのって。アモールだ。そのアモールの北で、とりあえずは。全小部さん、胃にピロリ菌買ってるんですか？ピロリ菌はもう除菌しました。さすがに44ぐらいの時に除菌しました。主さんがピロリ菌ってこと？俺がピロリ菌じゃないよ。俺がピロリ菌じゃおかしなことになっちゃうよ。喋ってるよ、わし。何の話なんだ、もう。ピロリ菌はね、除菌したのよ。3回ぐらいかかった。生活が不規則です。あれ、なんか時間で、食後とかっていうのがある程度時間で飲まないとダメなんだよね。除菌する時間がさ。生き残っちゃうんだよ。きちんと使わないと。2回までは、保険が効くんだけど。ピロリ菌って症状激しいんですか？何にも激しくないよ。だから気がつかないでずーっと引き続けるのよ。で、胃壁をこう荒らすんだよね。で、その胃壁、荒らした胃壁の部分が胃がんの原因になるらしいのよ。だからピロリ菌がいるならば早めに除菌した方がいいんだよね。まあ、胃がんが…ドサンコさん、毎日アルコール消毒してもピロリ菌って感染するんですね。あ、もう全然ダメですよ。あのピロリ菌って胃酸に耐えられるぐらいの強さなので、まあ、抗生物質でもそのピロリ菌専用のやつでやんないと、ケさん、ダメっすよ。菌と紙一重？菌と紙一重、わしが？違うでしょ。何の話なんだ。あれ、ピエールさん出てこねえな。ケさん、レジオネラも怖いですね。レジオネラも怖いですけど、でもあれ、お年寄りしか感染しないですからね。まあ、我々世代はそんなに怯える必要はないと思うんだけども、ピロリ菌は死なないんだよね、あれね、全然。胃酸でも。まさか胃酸の中で生きてる菌がいるとはっていう感じだったらしいですよね。でもうちの母ちゃんとかさ、確実にピロリ菌とか。ケさん、今からそいつを、これからそいつを。何、チャゲヤス？うちの母ちゃんなんか感染したけど胃がんになってないからね。まあ胃がんになるには、まあストレスとかプラス要因がいろいろあるのかもしれないけどね。でも胃壁を荒らして、荒らした部分の胃壁が戻んないらしいんだよね。不可逆性で元に戻んないから、やけどみたいな感じだよね。
で、そこの部分が胃がんに発生しちゃう可能性があるらしいんだよね。アルミラージさん、クイズ、レジオネラ。何なんだそれ。それが言いたいがためかい。ミネオレ、ミリオネアか。ケイケさん、ガンカハイヤです。そうそう、ガンになっちゃうんだよね、そこの部分がね。まあ、皮膚がちょっとただれたぐらいだったらば、ガンにはならないんだろうけれども、ミヤポンさん、その要因だよね。わら。発音ができねえのよ。ミリオネア、レジオネア。ケさん、保険には入ってるんですか？え、がん保険？がん保険入ってるよ。郵便局で働いてる友達に言われて入ってる。がん保険。あと、積み立て式のなんか、なんとかっていう保険も2個ぐらい入ってる。で、受け取りは、妹。もしわしが死んじゃった場合には。ケイケさん、郵政証ってあるんですか？ないね。今日この頃。ないね。今なんつうのあれ。株式会社なの？あれ、北の部分にいるとかっつうの全然一匹たりとも現れなくない？6分の1にしてもさ、現れないと仲間ならなくない？ドサンコさん、日本郵政株式会社ですかね？日本郵政株式会社なんだ。あー、なるほど。これ北の方さ、もうちょい上かな。アモールの北って言ってたんだけども。もうしょぼい経験値稼ぎしちゃってね、全然意味ないね。ケさん、なんでスーパーマリオの映画が大ヒットしてるんですか？なんでなんすかね。あれ不思議だよね。だって前実写のやつやった時だってヒットしなくてさ、我々現役の頃だってなんか映画になったよね。それも全然ヒットしなかったよね。世界中で今ヒットでしょ。あれがね、安倍さんがなんかリオオリンピックの時にやったから知名度がまた上がったの。違うよな。そんなことねえよな。ミヤポンさん、違う、アモールかも。アモールかも。ここアモールじゃないの。ここアモールじゃなかった。アメールとか違うの？違うところに来ちゃってる。アモールってところに来たと思うんだけども、違うところに来ちゃってるか。ここアモールだよね。ドサンコさん、アモール派上と下にあるのです。アルミラージさん、滑ったな。違うアモールかも。あー、そういうことか。そういうことか。馬車でカッポするご一行。そっかー、ありがとうございます。すいません、やっとわかった。ミヤボーさんが言った意味が滑ったのがよくわかんねえな。馬車でカッポする一行、下のアモールか。アルミラージさん、今アモールとアモーレで滑ったな。滑ったな。滑ってますよ。
滑ってますよ。ミヤポンさん、ほじくらないで。違う、アモールでピンで来てほしかった。残念、赤の吉尾さんに問いの間を立ちです。ミヤポンさん、あれだよ、そういうあのもうわしね、もうダメなのよ。ダメだと思って、もうほんと思ってるか。あれ、アモールが出てこねえの。あれ、ルーラの場所ねえの。全小部さん、アタック。え、ナンバーワン、チャンス、どっち、間違えた。チャンスの俺だね、今のね。今だったらチャンスだったって。レイドックから行った方がいい。アルミラージさん、25だろ。アタック 25？ それね、関東の方あんまり馴染みないかもしれん。レイドックから行った方がいいのかな。とりあえずレイドック飛びますか。なんでアモールにルーラが行かねえんだろう。まあ、これでいいか。これさ、なんかあんまり意味なかったよね、このベッドね。ケイケさん、新婚さんいらっしゃい、流行らせ。新婚さんいらっしゃい、もうやってないんじゃないの。やってんのあれ。ちょっとあれ、ルーラ使いまくってるから、ちょっと、やったら止まっておきますか。そっかー、そういうことかー。気がつかなかった。なんで気がつく、普通に考えればわかるよね、上か下かってね。たまになんかこれノイズが入るんだけど、なんだろうこれ。皆さんのノイズ入ってないよね。サンコンさんいらっしゃい。サンコンさん懐かしいね。全小部さん、やってますよ。藤井隆の数少ないレギュラー番組ですよ。え、藤井隆がついてやってるの。三枝さんって今隠居しちゃったとか。あれ、もしかして、あれ、天魔の手綱使うと、これ、あ、違う、これ異世界行っちゃうんだ、異世界行っちゃうんだ。ダメよ、ダメよ、天魔の手綱はダメだよね、確かね。ダメ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 、いきなり異世界行っちゃうんだよね、これ。浮いて行動できるとかじゃないよね。深い山を越えられるとかっていう話じゃないよね。異世界行っちゃうんだよね、確かね。こっちよ、こっちよ、これじゃない、こっ、春さん、桂三枝時代で止まってるんですか。今は桂不明ですよ。全、小部さん、危うく言ってしまうところでしたね、わら。宮本さん、分子、三重、三降りたからメンバー一新してますね、新婚さん。全神戸さん、あやく言ってしまうところってのは、塚田さんの時代で止まってますよ。文史さん、監視さん、べってんこさん、なんだかんだ叫んだってしょうがないですね。なんだかんだ叫んだってしょうがないです。そらね、そらね。もう全然スライムライトが出てこねえんだけど、心が折れそう。ここら辺上のあたりだよね。本当に上なのかな。
ミヤポンさん、私が見てるサイト、荒らされたのか仲間モンスターの説明が空白だ。あららららららら。上って、アモールの上とかじゃなくて、上の世界っていう意味で上なのかな。アモールの近くうろちょろしてや、仲間なのか、ちょっと離れちゃったからダメだったのかな。上、そうだね、北って書くのもね、そうだったのね。アモールの近辺うろつけばいいのか。じゃあちょっとこの近辺ちょっと、こうね、天つくだよ、君じゃないんだよ。ミヤポンさん、アモールの北って見た気がする。アモールの北マジで北の洞窟だって。ミヤポンさん、口笛使いましょうよ。口笛って何？特技ないんじゃない？口笛。何でやるんだろう。道具？強さ。べってんこさん、さっきのか藤井隆の歌です。なんだかんだってなんだってだっけ。どさんこさん、口笛派遊び人の特技だった気がします。今いねえ、誰もいねえ誰もいねえ。ちょっと待って、なんでスライムなんて出てこないんだ。そんなにつまずく内容じゃなかったと思うんだけども。ミヤポンさん、遊び人がいないのかい。遊びにスライムだったかな、なんかやったんだけど、ちょっと外しちゃったんだよね、メンバーから。ケイケさん、なんだかんだ君の番だ。夢見の洞窟やアモールの北の洞窟に出るスライムナイトは仲間にならない。出現エリア、アモール、かっこ上ってなってるから、やっぱこの近辺だと思うんだよね。これ上の世界だもんね。上の世界だから、アモールのこの近辺に出るみたいですよ。一応ネットの情報だと、間違えた。そもそもここアモール？あ、オッケーオッケー、大丈夫。アルミラージさん、スライム島に行ったらええやろが。スライム島って何それ。スライム島って何？全然現れねえんだけど。スライム島って何？スライム島にいるわけ？すげえな、ハッサンの攻撃力266だって、ダメージが。何にも現れんだけど。アルミラージさん、確実に食用ポイントが入るスライム系のミデル島や。こんなのどこにあんの？なんだかんだ君のパンダ。なんだそれは。ドサンコさん、スライムナイトってこんなに出なかったでしたっけ。おかしいよね、これ上の世界だよね。上の世界だよね、これ。地図にあの点々、町のやつら点々ってないもんね。それぐらい調べろや。調べたんよ。ケさん、さっき下の世界、スライムナイトが仲間になりたくないのでは。マジか、なんでで、しかもオニオン初めて出たよね。さっきから踊ってるけど。
調べたんよ、調べたんよ。2、3個ぐらいサイトも調べたんよ。で、アモール、カッコ上ってなってるから、上の世界ってことだと思うんだけど。スライムで食料ポイント入るからクラスポイント上げるのに楽なのや。そのスライム島っていうのがわからんのよ。ミヤポンさん、なかなか出なかった記憶あります、スライムナイト。あ、なかなか出ないんだ。仲間にはなりやすいんだけども出ねえの。ケイケさん、ヘンリーとタルから出てからでは？ヘンリーとタルから出てからでは？え？まだ仲間なんないの？ヘンリーって誰？タルって何？イベントをしないと出てこない？でもなんか初期の頃に仲間になる的な感じみたいな感じなんだけど。ケイケさん、おやおや。アルミラージさん、もう前作のことすらわからないのですよ。ボケ殺しです。あ、ボケ殺しなんだ。マジ。ヘンリーってヘンリー王子のことか。これからなんかイベントあんのかと思ったわ。ケイケさん、寂しい話です。申し訳ない、すいません。リープスもこれ、ここら辺うろうろして初めて、なんかバリエーション多いんだね、ここの、こっちね。アルミラージさん、全くです。全くです。全然仲間になんねー。仲間になんねーってか一回も見てないんだけども。でもなんか調べるとさ、他に出るような場所がないんだよね。アモールカッコ上になってんだよね。他に出る場所あったらこっちにも行きたいんだけども。あれ？もしかして違うんじゃない？これ DS 版はアモールの上の世界、上の街で仲間になるとかなんじゃない？もしかしたら。アルミラージさん、猫が動かなくなった。ん？あ、本当だ、動いてない。え、ミヤポンさん、見つけた、アモールの南西。アモールの南西？マジ？あれ？アルミラージさん、正面向いてら、ミヤポンさん、だそうです。来たんじゃない？なんだろう？全然調べ、倒したの今。スライムナイト倒したの？見てた？見てました？スライムナイト倒した？ミヤポンさん、あ、全然見てなかったんだけど、俺、ボタン連打してる仲間なってんだけど。倒したのこれ。倒したんだよね。おー。
マジかー、ちょっと嬉しいんだけど。テミさん、戻しますか。スライムナイトが仕方がないので仲間になりたそうな顔してあげてる。すげえ嬉しいんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。ケさん、かわいそう。かわいそうじゃないの、かわいそうじゃない。全然かわいそうじゃないのよ。ルーラでちょっと転職しときましょう。マジか、全然戦って出現してたの知らなかったもん。捕まえられてかわいそう。そういうんじゃないのよ。こんばんは。あ、待望さんこんばんは。ケさん、解放してあげて。解放してあげてじゃないの、今やっとなったの。待望さん、やっとピエールさんが仲間だったんだけども、戦ってたのもなんか全然なんか現れないっつって調べながらボタン連打してたら、いつの間に戦ってて、いつの間に仲間のさんですけど笑っちゃったの、ちょっとびっくりしたわ。ちょっとピエールさん転職しとこう。でピエールさん、この子すごい使えるのよね、仕事ができる子でさ。どうしよう、戦士ケケさん、心折れそうとか言ってたような。そう、心折れそうとか言ってたね。調べてたら仲間になってました。わら、ショートいけるかな、これショート抜きですね。わら、ミヤポンさん、調べてる間に仲間になってるし母っ子やつめ。わら、アルミラージさん、名前変えないのか、ケイケイさんとか変えないよ、そこまで行きますよ。どうしよう、僧侶で行った方がいいのかな。ベッテンコさん、名前はたきで、特技、吸引。ダメよ、ダメよ、それは危ないよ。ちょっと回復薬がちょっと少ないから、ソウルで行きますか。で、戦士でパラディンだよね、ピエールの道はね。で、装備をね、ちょっといろいろと。余ってる武器とかプラチナソードとかいけそうだよね。早速転職させられてるる？させるでしょ、そりゃ。大坊さん、モンスター仲間は6まで出なくなったね。あ、あれ？セブンなかったっけ？セブンなかったでしたっけ？アルミラージさん、カジノの景品装備させろよ。カジノの装備、あれのストックがあるから、売れないのが結構あるからね。今ちょっと渡しますよ。プラチナシールドどっちがいいのかな？ドラゴンシールド、ドラゴンシールドがいいのかな。グラコスの槍とかはどうなのかしら。ハヤブサの剣、ちょっとそこら辺もちょっと見比べてみましょうか。炎の爪、装備できねえの。アルミラージさん、奇跡の剣かハヤブサの剣ぐらい装備させろ。ハヤブサの剣は今渡しましたよ。ケイケさん、もしかしてもう今日のノルマ派達成ですか。ドサンコさん、名前的にハドラゴンシールドがかっこいいと思います。あ、そうですね。ケイケイさんまだあれですよ、キラーマシンをゲットするのがまたちょっと一つのミッションですよ。今日のドラゴンシールドのがあれだね、高いね。ファブとかない、カブトが良さそうなのがない。ケイケさん、キラーマシンさん、逃げてー。アルミラージさん、逃げてじゃないよ。奇跡の剣、ドラゴンシールド、神秘の鎧、それぐらい装備させろ。神秘の鎧は足んないよ。ちょっと待って、あ、神秘の鎧もう交換できるかもね。プラチナソードどっちがいいかな。ちょっと待ってよ、アルミラージさん。それからミアススフィーダの伝説系装備か。
ラミアスフィーダー、あー、はやぶさの、あ、はやぶさの剣がいいんだ。はやぶさの剣でいこう。兜がね、兜がないからちょっと買いに行かないといけないね。どこだ？どこだ？アルミラージさん、プラチナとか最初の野郎、ケイ、ケさん、11のスライムナイトのフィールドで待機してる姿派かわいい。あ、そうなんだ、11スライムナイト、11の、ケン、コベさん、鉄仮面とか、鉄仮面かな、やっぱ。アルミラージさん、セバスの兜でええやろ。セバスの兜、一応わしが被ってるから。毎回間違えるわし。鉄仮面どこで売ってるっけ？ケイケさん、確かスライムから降りて立ってたような。スライムから降りて立ってたような。ヨシオハ、鉄仮面でつけてろ。スケバンデカみたいにな。スケバンデカ。ジェン、コベさん、ヨシオさんのオフルハノーサンキュー。ノーサンキュー、やめて。ガンディの意見あるかな。あれ、ガンディの武器屋さんなかったっけ。あったあったあった。アルミラージさん、スライムナイトの強さ派、何でも装備できる強さやぞ。ヒエールさん、炎の剣装備できるよ。ハヤブサの剣より炎の剣のがいい。ケイケさん、主さん派5対5の世代ですか。アルミラージさん、ギリギリ、なんやこの全員モンスターパーティー。全員じゃないよ、ハッサンはある意味モンスターだけどね。ロンガデスより行った方がいいかな。アルミラージさん、全員やろ。大坊さん、じゃないね、よく考えたらドラクエ6の当たってすごいね。え、なんでですか、ドラクエ6の。すごい、 RTA やってる人意味わかんないけど。アルミラージさん、ハッサンもアモスもモンスターやないか。違うよ、もう、あ、アモスはモンスター。はぐれメタル派仲間にしたら強いんですか。強いらしいよ、強いらしいよ。ならないけどね。仲間にならないけどね、全然。256分の1とか、それだけで1週間ぐらい潰れちゃうんじゃない、やっさら。ドサンコさん、ハッサン、ふんどしモンスター、アモス、変身できる。ドランゴ、ドラゴン、ピエール、スライム、全員モンスターですね。全員モンスター。ケイ、ケさん、右下もモンスター。アルミラージさん、ハッサンもモンスターなら全員モンスターやろ。猫だよ、猫。猫、猫。ケイ、ケさん、猫のモンスターで有名なの派なんですか。化け猫、普通に答えちゃって。祈りの金の指輪装備させるか。スライムピアスか。ミヤポンさん、猫娘。猫娘、まあ強いっちゃ強いですけどね。あれ、スライム、え、スライムピアス装備できないの。うるさいのよ、あなた。ローミオさんはうるさいです。アルミラージさん、読まれないな。ケイケさん、なんか際どいことした。なるほど、メモメモ。
配信者は性欲モンスターのふにゃちんですよ。読まない方がいいよ。読まないでくれ。アルミラージさん、ロメをかまってやれよ。かまってあげないですよ。うん、すんげえ甘いもなんだもん、なってもう。ぐいぐい来るよ。ぐいぐい来やがる、こいつ。とりあえずこれで装備 OK。 あと天魔の塔、天魔の塔どうやって行くんだっけ。ミヤポンさん、ロメオすっごいの出たから見て、そして片して、にゃー、アルミラージさん、おしっこそこらでしない利口な猫なのに。そうそう、いい子なのよこの子、いい子なのよ、むちゃくちゃいい子なのよ。でもね、可愛がるとね、ゆめちゃんがね、すんげー嫉妬するわけよ。だから可愛がれない。ケさん、ここ掘れワンワン、アルミラージさん、かまってやれよ。かまると、かまうと、あれなんだろう、嫉妬するから。あれ、ゼレス城とか、ゼレス、ゼゼ、ゼウス城、ゼレス城、天魔の塔にあるんだよね、ゼニス城か。あれ、なんかさ、天魔の手綱使うととりあえず浮いたような気がするんだけども、ちょっと試してみるか。とりあえずく、あ、そうだね、あ、行っちゃうの、もう行っちゃうの、あ、大丈夫だ、あ、中空浮いてるわ、大丈夫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 。ゼニス城、ゼニス城目指せるの、これでね。で、これ世界が違うね。あ、違うな。下で。アルミラージさん、ブッフェリング、ブッフェリング。ブッフェリングしちゃってる？皆さん、どうですか？ドサンコさん、そこで上とかをしたらダメだった気がします。これで上を押しちゃダメなんだ。ああ。ヒヒヒヒヒ。かぶったね、ヒヒヒヒヒ。これでいけるよね。ゼニス城、あれ、ミヤポンさん、くるくるはしてないです。くるくるしない、なんでゼニス城は上の世界か、こっちじゃねえんだ。参った参った。上の世界だ、上の世界。ドサンコさん、こちら派生状に再生されています。了解です、ありがとうございます。なんでアメリカホースさん、入り直してもらっていいですか。ダーマル、とりあえずあれだね。これならあれだね、もう高さは気にすることないんだもんね。楽だわ。大坊さん、プレイ時間どれぐらいいきました。もうね、75時間突破しますよ。75時間じゃない、70時間突破しますよ。ドサンコさん、さっき重かったのでリロードしたらそれ以降破壊的です。あー、じゃあちょっと重たい瞬間があったって感じですかね。そういえばなんかモンハンでさ、画質が悪くなるかと思ってさ、グラブ交換したらさ、あの画質悪くなるのって YouTube 側が勝手に悪くしてますね。早く100回を。行かないよ、もう35回でだいぶ行ってるじゃない、もう。100回はちょっとやばいよ。ですね、セブンは100回行っちゃうかもしれないけどね。これね、ゼニス城これだね、多分ね。
で天魔の塔行っちゃいましょう。どっからあれをなんか井戸からだったよね確かね。ミヤポンさん、両つべ川で素土画質と波土画質作っちゃいますね。そうそう、勝手にやるみたいなね。さん、ミヤポンさん、見てる2時間派100回を超えてる気分です。見てる2時間派100回しんどい的な感じのやイメージやめて。どこなんて、井戸を使って天魔の塔行くんだよね確かね。お、これだこれだ。キラーマシン2。でもなんかちょっと容姿がねちょっと違うからね。あれ何これ、ケさん、ある意味褒め言葉では。え、褒め言葉、あ、え褒め言葉じゃないよ。褒め言葉で退屈みたいな感じなんじゃないの。苦痛とかそんな感じじゃないの。違うの。あ、ピエールさんが死にそうなってる。あ、そうか、回復役的な感じがいないのか今。ピエールさん HP 低いしね。 HP MP が低いからね。あ、そっかそっか、これではあれ馬車じゃねえからやばいんだ。志村城さん、ピエル、そう、ピエルやっとネベルにだもの。ピエル3ルブ1ですし、おすい、そう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 、ちょっとやばいね。この4人じゃちょっとまずいわ。あ、しかもここじゃねえじゃん。で、アンモスさんは連れてかないとまずいよね。で、ピエールで、ミレイユで行きますか、安定の。ベッテンコさん、お寿司がお吸いになりましたね。意味わかんないよ、お寿司がお吸いって意味わかんないよ。大坊さん、本当に6になって仲間なりにくくなったね。あー、そうだよね。5です、あれだけヒットした、なんかこう、システムなんだからさ、6に受け継いでくれるよ、方にね。ドラクエモンスターズのあれかね、跳ね合いもあったのかしらね、もしかしたら。志村城さん、この仲間のなりやすさは一体何だったのかにゃー。ミヤポンさん、ベッテンコさん、S キーが押し損ねました、わら。 SC が S キーが押し損ねました。え、なんだ。あ、デスシー押すい、デス、あ、そういうことね。デスシー押すい、それに対してベッテンコさんが言ってたので、ボケつぶししてるわ、わし。ちょっと待って、ちょっと待って、アバターのやつはちょっとやっぱ気になるから、ちょっと変えようかこれ。違うな、アルトだったっけコントロール、いや、アルトだな。志村城さん、ボケつぶよし、ボケつぶしよし首のところなかなか出ないのこれね。ミヤポンさん、頭が潰れる。ノート PC のキーボード配置づらくて。あらら。こんぐらいかな。
そんな感じ？違う、全然変わってねえじゃん。まあいいや、後でやりますよ。高校にあれじゃハグレメタも出てくるし、外付けキーボードつけちゃいやしょう。ミヤポンさん、仕事でノート PC 割り当てられたら USB キーボード持ち込んで使ってました、わら。あーけーけさん、スマホの文字入力も打ちにくい。そうだね。べってんこさん、最近青軸のキーボード買ったらめちゃうるさくて使うのやめました。あ、そういうのあるんだ、ゲーミングキーボードね。うちは普通のやつ使ってるわ。 APEX とかあそこら辺やんないからね。だってあそこら辺ってさ、もうガチ勢がすごくて後発組無理でしょ。ピエールさんガーガーってる。ちょっとまあレベル上げも兼ねて、ちょっと今日はこの辺で。メカニカルキーボード良さげなんですが音が気になりますよね。あー、ミヤポンさん、ね、憧れの高級キーボード。あー、俺も欲しいわ。ちょっと持ってみたい気はする。でも配信やりながらこうやってたらタイピングしたらさ、カチャカチャ音が気になるよね。音声拾っちゃうからさ。志村嬢さん、ミクロソフトのデザイナーなんたらいうキーボード良さそうだ、すむせん。あ、そうなの、そういうのがあるんだね。実はボストロールも中橋が仲間なんだよね。これべたいな。アーマスさんならば仲間にできんのよこれ。んー、ならんか。けいけさん、ハッサンの攻撃力すごいですね。もう凄まじいよ、200Xとかなもんね。ボストロしちゃう？ボストロしちゃうね。ハッサンはね、もうズバ抜けてるよね。200ダメージとボンボン出てくるからね。ミヤポンさん、天馬の塔で行けたっけか。天馬の塔で行ったと思ったけども、調べた先がここだったような気がするんだよね。違ったかな。ドサンコさん、ハッサン派見た目以外派頼れますよね。見た目完全に不審者だけど。イエルさんガンガン上がってる。来た来た、64分の1。ドサンコさん、ここでセーブしてもダメなんですかね。あー、どうなんだろうね。ミヤポンさん、あ、天馬の塔で仲間にできるのか。そうそう、どっかの塔と勘違いしてた。天馬の塔であれですよ、仲間にできるんですよ。ちょっと回が変わっちゃったかもしれないけど、さっきのところ戻りますか。ミヤポンさん、1F3F みたいですよ。あ、じゃあちょっと、いたところに持った方がいいですね。ミヤポンさん、
ボストロール。ボストロールが、ボストロールがそうなんだ。ちょっとさっきのフロアにちょっと戻って、バーバルザオリク。来たね。ここだね、ここら辺でちょっと戦いましょうか。おし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 。ドサンコさん、ザオリク来た。ザオリク来ましたよ。やっとザオリク。やっとだね。やっとだね。志村城さん、ザオリ。ザオリ。ないとまだまだだよね多分。キラーマシン2はちょっと難しいかな。64分の1つだってね、そこそこ大変だもんね、これね。ミヤポンさん、昨日モンハンでギルドカーと交換すんの忘れた。3人になったしって思ってたのに。次回やりましょう。って私も忘れそう。ギルドカードってなんだ。全然わかってないんだけど。ゴッドハンドまだまだかな。まだまだかな。よし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 。ギルドカードってなんだ。仲間を作れるみたいな感じだね。ギルド。ミヤポンさん、自己紹介カードみたいなもんですギルドカード。あ、そうなんですか。志村城さん、ギルドカードはギルドカードっすよ。繰り返しじゃん、繰り返し言ってるだけじゃん。喋んなくても口の動きがあれだね、一応閉じたりとかっていうのはカメラがちゃんと追ってんだね。なんかだいぶ優秀になったとかっていうのは聞いてたんだけども、このアプリがアニメイズ。こんだけなんか使えてさ、あのいろいろなアイテム使えてさ、年間で3000って安いよね。なんか無料でも位置ずらしてはなんかあの会社のロゴとか消せるらしいから、それで対応でもいいらしいんだけども、まあ、年額3000ぐらいだったら別にいいかなと思って。おし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 。
確率で言うとさ、64分の1ってさ、64回戦えば1回は仲間になるっていう話だよね。で、8回戦えば8分の1だよね。やっぱ64だから、そうだよね。そんなに高いわけじゃないと思うんだけども、なかなかなるんだよね。高いじゃね、低いわけじゃないよね。あくびしてしまった。なんかモンスターハンターライズでさ、結構興奮したのかさ、寝つきが悪くてさ、やっぱ狩りとかってこう楽しいからね、興奮しちゃうんだろうね。ミヤポンさん、昼間寝てしまった。ところがギッチョン、サイコロでも6回振ったら1、6が1回ずつ出るとも限らない。わら。あー、そういうね、確率のやつ、まあ回数が多くなってくればね、理論値に近づいてくるんだとは思うんだけども。あら、ミヤポンさん、私も寝れなかったっす。あー、ミヤポンさんやっぱ楽しいもんね、ライズとか。あーってみんなで狩るのね。つかやばいんだけど、全滅しそうな勢い。バーバラさんにザオ、あれ、バーバラさんザオリック覚えたんじゃなかった。あ、こっちか、ページが違うのか。バーシャだから入れ替えでいいだけの話だったね。ドサンコさん、人とゲームやると楽しいですからね。そうそうそう、ミヤポンさん、やっぱマルチプレイ派楽しいっすね。志村城さん、カフェイン代わりに使えるんかな、モンハム。カフェインがカフェイン代わりに使えても他のことができないとなっちゃうからね。静かにしてください。大坊さん、確か6ってドランゴ戦闘だと円化率下がるよね。あ、そうなの、そういうのがあるの。モンスターだから敵からあれかね、素通りしちゃう感じなのかな。そういうのがあるんだ、すごいね、細かい設定がすごいね。ピエールが順次育てているよ。ピエールパラティになったら相当強いよね。ボストロールあたりも仲間になってくれば結構力強い。ミヤポンさん、ハッサンの回し蹴りも優秀だな。あー、ハッサンね、回し蹴りね。いやもうな、ハッサンはさ、基本値が高いからさ、マジでやばいよね、回し蹴り。本当だね、100ぐらい出るもんね、ダメージがね。順調にレベル上がってるピエールさんが、ドラクエ6のスーファイン版でスライム闘技場あったよね。俺の記憶違いじゃなければいいんだけども、ないかな。
なんかあったような気がするんだけども、でそのためにちょっとピエールさんをこう手に入れて育ててるんだけども、一応ちょっとギリギリまで戦います。時間ギリギリまで、ならなかったら諦めましょう。キラーマシン2ね。47分だから、あと何回ぐらい戦えるかね。5体ぐらいは戦えるかな。そんなにチャンスないよね、もうね、時間的に。来てくれたらいいけど、まあ望みは嘘だよね。まあ、64分の1だって毎回64分の1だからね、確率がね。ドサンコさん、あと13分でどうなるかですね。そうそこら辺がね、ちょっと、ああなん順番が一番最後まで倒さなくちゃいけないんだよね、キラーマシンってね。志村城さん、100人組って一丁100人組って100人いってもいかんかもね。64分の1がずっと永遠に繰り返されるわけだからね。減ってくれりゃいいけどね、63分の1とか62分の1とか毎回ね下がっていけばいいけど、毎回64分の1の判定だからね。ドサンコさん、しかもエンカウントできるかどうかもわからないですからね。そうエンカウント率もそんなに高くないみたいですね。残り11分。これは一応判定出るでしょ。アモスさんが死んだ。ちょっと待って。コロルダル倒すダメよ。コロルダル倒す安定が出ないのよ。何やってんだよ。アモスさんが死んじゃってると、アモスさんが魔物使いだから、あれよ、MP が足りない。使えねえな。あ、言っちゃった。マジかや。ギリギリで。志村城さん、チャンスが無駄な。兄やってるだよ。
そう、ダメだね、ダメダメだね。志村城さん、行っちゃった。どさんこさん、草。並び替えでちょっと調整しないと。近本さん、お願いしますよ、ちょっと。やっちゃってください。ヘルジャッカル、これ仲間なんねえよね。なんかあんまり見てないような気がするんだけど、こいつは。ブチメホンマーラーってなんかあれだね、ベホマーラー来ないのすごいね。そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。キラーマシン2は望みうすだね。あー、なかなかむずいね、狙った魔物をねこうゲットするのね。来ねえや。ミヤポンさん、チャンスだね、全部仲間にするまで終われませんやってる配信者いましたよ。それきついよね、ミヤポンさん。どうなんだろうそれって。24時間配信とかね、あるかもしれないけどね。2時間ぐらいの配信枠だとちょっと厳しいよね。企画的に。24時間配信ならばさ、なんかどっかでちょろっと覗いたりとかして、またちょっと別なことをしたりとかして、またちょろっと見たりする種類じゃない？2時間ぐらいだともう、1回か2回見て、あ、無理だなとかって思って、見なくなっちゃうもんね。よし、5分前で2体。結構いいんじゃないですか、これ。来ないね。来ないね。来ないね。ちなみにうちあれだよ、キラーマシーンの
フィギュアあるよ。すげえ宝物。結構いいよね、ヒラマシン。あとゴールデン、ゴールじゃない、ゴールドマンとかね。ドサンコさん、これ箸いきびですね。ミヤポンさん、ね、エンディング迎えたから延長戦みたいな感じで、パート35とかみたいっす。1日5、6時間くらいかな。1日5、6時間、エンディング迎えたから延長戦みたいな感じで、パート35。1日5、6時間きついね。きついね、5、6時間。5、6時間はきついね。志村城さん、もらってしまうぞ。フィギュア。フィギュアいいよね。あの部屋にあるだけでさ、ちょっとドラクエ気分にどんどん浸れるからね。ミヤポンさん、きつそうです。きついよね、それね。何も働いてないとかだったらばね、できると思うんだけども。何も働いてないとか、YouTube 本業とかね、そういう人だったらね、じゃんじゃんできると思うんだけどね。志村城さん、視聴者プレゼン。視聴者プレゼン。視聴者プレゼンするのたくさんあるよ。でもね、なんだかんだっすね、なんかちょっと思い立つといろいろ考えると、なんか企画にちょっと使えるから、台数とかすごい多いのよ。ゲームキューブとかもね、十何台ぐらいあるのかな。あと PC エンジンも CT ロムロム時代も、6、7台ぐらいとかあるんだけども、なんか検証にちょっと使えるかなと思って、ちょっとずーっと集めてんだけどね。メガドライブとかさ、あと64とかさ。でもね、今もう全然あれだね、ジャンクに出てこなくなったよね。64も、64なくなったよね。ほんとね。ジャンクでね。ゲームキューブはまだ出てくるけどさ。こと違ってモンスター使いの熟練度で仲間になる範囲違わなかった？モンスター使い、あ、それはそうですよ。モンスター使いの熟練度で仲間になる、なんだろう。難易度違うんですけども、アモスさんは一応、ドサンコさん、それじゃあ自分の企画でヨシオさんにプレゼントでジャンク品送ります。わら。自分の企画で、俺もジャンク品ね、たくさんあんのよ。ドサンコさん、確かに最近ジャンクゲーム機渋いですよね。志村城さん、そうそう、ジャンクゲーム機なんもないのよ。欲しいぞ。大坊さん、64はマリオしかやったことないな。64マリオしかやった。直ったろ、Xbox 初代が欲しいぞ。あー、そうだよね。初代の Xbox ってさ、あの初代の Xbox でしかできないゲームがあるからね。あれ、ハードディスク死んじゃうともダメなんだよね。で、それがさ、BIOS いじりゃいいんだけどさ、BIOS いじるとさ、イリーガルなのよ。ダメなのよ。で、一応配信でやってるから、ちょっとそこら辺の法律は遵守しないと、後々なんか叩かれるとあれだとか思って、自分ではしないと思ってるのね、そのバイオスいじるのは。バイオスってあれ、著作権関係の絡みがすごい引っかかっちゃうから、あの書き換えとかダメらしいんだよね。で、一応はあのバイオスいじったやつは買いました。自分いじってないからね。ハードディスク死んでるだけだから、ちょっと乗せ替えでちょっとやろうかなと思ってますけど、でもそれもね、配信にするのはどうかなって感じだから、配信にはちょっとしないかなって感じなんで。でもいじってないから、まあ法律的には OK だから、まあなんだろう、やってもいいかなとは、ちょっと微妙なラインで悩んでるところがあるけどね。いじったやつを手に入れてどうなんだそれ。他の人も、そうすればあれで、ハードディスクいくらでも乗せ替えで、あの、ドサンコさん、あれってゴニョゴニョすればなんとかなるもんなんですね。そう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 、バイオス自体はなんとかなるのよ。でもバイオスがね、あの著作権のすごいかかってる部分だから、あの、それを配信で流すのは多分アウトだと思うんだよね。でも自分がいじんなければ、法律的には OK なんだけども、
叩く人は多分出てくると思うよそれってどうなのみたいな感じで、法律守ればいいのみたいな感じの叩かれ方はされると思うんだよね。こうすれば OK みたいな感じでやったとしてもね、多分やんないと思うんだけども、個人的にはゲットします。でハードディスク死んじゃった場合の、あ、ハグレムが来た。コメントで叩かれそうですよね。そうそう、結構ね、法令遵守の人が結構いるから結構言われるのよ。それってどうなの的なのがガンガン来るんだよね。前の 2D なんだろう、ニセトロチューナーのやつとかも結構意見来ましたからねそんなでもないけどね。まあそれをなんかこう売りにして動画にするのどうなんですかみたいな感じのやつが来るよね。まあ法令は遵守しますって言い張りゃいいだけの話だけど、ヨッシーさん遅くなってしまった、こんばんは。あ、こんばんは。今日はモンスター集めなので全然遅くなっていただいても全然大丈夫。ベッテンコさん、初代 XBOX 派エミュ用にフリービオスもありますね。志村城さん、プレステ2と PSP 弾き機でほぼフルインストールしてプレイしてます。え、ベッテンコさん、それフリーバイオスってそれはマイクロソフトが流してんですか、配信してんですかね。それならばあれですよね、全然初代 XBOX 持ってなくてもできますよね。初代 XBOX しかできないゲームとかね。フリーバイオスあればいいけど。ベッテンコさん、有志の方が作ったやつです。それは法律的に OK なのかな。多分まあでも大丈夫なんだよね。別途に作っ、別途に完全にオリジナルで作ったバイオスは大丈夫なのよ。で、それをマイクロソフトが作った、ヨッシーさん、テリワンだけにとどまらずモンスター勧誘してるとは思わなかった。わらわら。ベッテンコさん、ハドイメージもフリーでありますよ。 HD イメージもフリーである。あ、そうなんだ。完全に使ってなければ OK なんだシーンだけども、なんかそれが流用でちょっと変えたとかっていうのだとダメらしいんだよね。そこら辺がなんかね、あ、あーでもダメか、順番があれだから。まあ経験値は入るけど、あ、ちょっと待って、これは一回出してくれたからチャンスがまた来たかな。違うの、ハッサンの魔人斬りはハグレメタル、ドランゴさんはドサンコさん。お、あー、また順番が、順番が、しかもこっち大ピンチ。あんまり美味しくない感じで終わっちゃってんだけども、まあ経験値入ってるからまあいいか。HD フリー、 HD イメージもフリーでやる。あー、そうなんだ。 HD のイメージは多分大丈夫だと思うんだけど、バイオスのはちょっと多分ね微妙だよね。有志の人が作ったっつって言い張ってても、なんか結構自分もネットで喋ったんだけども、マイクロソフトのバイオスを流用してフリーには作ってるところもあるらしいんだよね。で、それがどうかっていうのが素人だからさ、ちょっと判別できない部分があるんだよね。ベッテンコさん、改変じゃないから大丈夫だと思いますよ。ああ、そうなんですか。じゃあ大丈夫なのかな。改変だとダメなんだよね。いじって公開してるっていうのがアウトらしいんだよね。おーっと、もう時間オーバーしてた。ちょっと あと1回だけやりましょうか。あと1回だけ、ラストチャンス。ちょっと気合い入れましょうよ。ちょっと
12時5分意外にちょっと近すぎて話してたから。ゲームって実機でプレイしなきゃ面白くない不思議。あーまあそれありますよね。まあレッドフリーって使って配信しちゃってますけどね。でもレッドフリーはまだギリギリセーフのラインかな。まだレッドフリーマジック使っちゃってますけどね。でもなんか俺もレッドフリーやっててすんげえなんか画質が綺麗だなと思って、なんかやるたんびにな感動を覚えてるんだけど、異端かな。あれなんだなんだ、チャーモロさんもうあれなんだ、 MP が切れちゃってんのか。ベッテンコさん、レトフリハエミュレーターでしょ。外はエミュレーターなんだよね。アンドロイドみたいですよ、なんか。ミヤポンさん、レトフリも違法だって騒ぐ人いますよね。なんだかなぁ、笑。そう、レトフリもね。違法だ。俺さ、レッドフリーさ、これ、アンドロイドベースだからさ、絶対さ、あの、PC エンジンの CD ロムのとかさ、メガ CD とかもさ、あの、吸い出しやってれば使えると思うんだよ、俺。正直なところさ。アンドロイドだよ、これ。イタンヤヨッシー。違うよ。イタンじゃないよ。絶対に PC エンジンのスーパー CD ロムのは使えると思うんだよ。なんでやってくんないのかなって思うんだけど、アンドロイドでしょ、だってディスクシステムだって吸い出してこの中放り込むや動いてくれるのにさ、なんでそれやってくんないのかなと思うんだけども。アンドロイド携帯で CD ロムも動くのと一緒だもんね。アルミラージさん、理論から言うね、今祈りの指輪ドロップしたやないか。反応ないな。え、祈りの指輪ロードロップしたの、マジで。嘘だよ。え、誰も気づいて、俺も気づいてないし、みんなもさ、ちょっと待って、キラーマシン、今日最後ですね、今日、最後、これいきますよ。最後ですよ。これで仲間にならなかったら、今日はおしまいです。キラーマシン2は、終了です。ダメじゃねえかよ。ドサンコさん、おしまいです。ラストでチャンス。志村嬢さん、ラストだったけどダメだ。イノリン。祈りの指輪マジでゲットしたの？それは本当だ。アルミラージさん、魔導士とレジェンドホーンのドロップでや。すげえな。祈りの指輪ゲットしてるよ。ちょっと嬉しいんだけど。ミヤポンさん、レトフリでクドロムには挑戦した人の動画見ました。ビオス入れてもダメだったけど、笑。ああ、ミヤポンさん、そうですね。ショート雪だね。ショート雪。アルミラージさん、これでもショート雪じゃないでしょ。なぜ見てないのだ。見てなかった。これショート、まあ、祈りの指輪手に入ってないってことで。あ、手に入ったんだけども気づいてないみたいな感じ。ドサンコさん、久々に長編動画編集してましたが、ショートに慣れていると編集が長く感じますね。あー、長編ね、長編動画編集してるとね。だってさ、アルミラージさん、フォーマットできたら20分ぐらいだよ。私じゃなきゃ見逃しちゃうね。そうだね、アルミラージ光線じゃないと見逃しちゃうね。そうそう、あのドサンコさんね、あれあのなんだろう、ショートはねガンガン出した方がいいよ。1日2本ぐらい、まあ、時間あればねなんとか出せると思うんだよね。20分ぐらいでできると思うから、どんどん出すとどんどんおすすめにしてくれるから、 YouTube の方が。アルミラージさん、このヨシオの目をもってしても見抜けなんだわー。てかそんなおごり高ぶった感じでちょっとしづらいけどね。じゃあちょっと今日はここで終わりにしましょうか。MP は全部切れちゃってもね、どうしようもないんだけども。ドサンコさん、最近過去動画のショート化進めまくってます。あアルミラージさん、リハク並みのガバガバ視力。リハク並み、あいつ、あのドサンコさん、自分もそんなにあのないんだけども、志村嬢さん、何個かこうコンテンツ作った方がいいっすよ。あの2、3個ぐらい。宮本さん、海の理白、何の話。アルミラージさん、ドサさんのショート動画2億超えましたな。2億超えたの、マジで。
ちょっとうちの猫がボタンを踏みやがった。調べ、俺が調べると思わなかった。じゃあちょっと連休なんですけども、ちょっとあまり遅くなっちゃうとね、ちょっとサイクル狂っちゃうんで。アルミラージさん、皆さんだけではありませんか。海の理白わかったの。海の理白よくわかんない。志村城さん、海理白。理白並みのガバガバ視力。なんだろう。じゃあちょっと今日はこれで終わりにしたいと。アルミラージこそ急に来ましたね。おつでした。あ、ドサンカさんお疲れ様でした。アルミラージさん、北斗の拳の理白や。理白。あ、な、北斗の拳ね。あんまりは覚えてないけど。リノッカさん、お疲れ様。リノッカさん、いたのかい？いたのかい？アルミラージさん、見とるわ。見てんのかい？じゃあ、今日はちょっとこれで終わりにしたいと思います。ミヤポンさん、おつでした。ミヤポンさん、お疲れ様でした。ベッテンコさん、お疲れ様でした。カシマさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。リノッカさん、いろいろ作業がね。いろいろ作業がね。アルミラージさん、めめ。アルミラージさん、怖いから。怖いから、それ。じゃあ、これで終わりにします。おやすみなさーい。ではまた。アルミラージさん、祈りの指は反応せい。反応しとかないとね。そうだね。じゃあ、おやすみなさーい。